はございます。昨日ですね、YouTube に GoPro を、まあ、どこで買うといいか、日本の正規品がいいのか、それとも公式サイトから買うのがいいのかみたいな動画を出したんですけど、その直後にもう、ね、早速届きました、UPS という、ね、国際配宅急便でシンガポールから届いています。じゃあね、早速開けてみたいと思います。じゃん、これがおまけの SD カードです。32ギガですけどね、これだったら完璧、相性完璧のものです。本体が出てきます。GoPro Hero 8が出てきました。いやーね、相変わらずね、このお菓子の箱みたいなね、パッケージです。開けたら二度と引き返せないお菓子の箱的パッケージになってます。何なんですかね、5万もするもんね。同じアメリカ人でもね、スティーブ・ジョブスみたいにすごいパッケージとかこだわりまくる人もいれば、 GoPro の創業者は元サーファーですけど、元サーファーっていうか今もサーファーなのかな、サーファーですけど、なんかいかにも適当な感じがね、いいですよね。じゃあね、開けてみます。お菓子の箱開けちゃいます。おい、はい、出ましたよ。こんな感じです。じゃあ中身を見てみましょう。プラスの説明書、簡単スタートガイド、ステッカー、ステッカーなんかついてたっけ。で、取説、付属品は USB-C の充電ケーブルと湾曲してるところに貼り付けるマウントですね。そしてバッテリーですよ。青い水色のバッテリーがね、ついてる。これね、こうやってやると使える、スタンドとしてね、使いますね。ちょっとひっつきますけど、このネジが変わりましたね。これね、5の時はこういうなんかちょっと尖ったネジだったんですけど、なんかサードパーティーの安物みたいな形です。おー、ね、こんな感じです。ここですよね、ここ。かなり大きな、久しぶりのボディの変化というかね、足がつきました。ちょっと大きさを比較してみましょう。5と比較すると、ちょっとね、なんて言うんですか、前の面積がね、広くなりました。その分、本体の部分の本当の厚みは一緒ぐらいですね。こんな感じです。ただレンズのところが結構薄くなりましたね。ちょうどこのレンズプロテクター分ですね、5とか6、7についてたレンズプロテクターがありますけど、それがこいつなくなったんで、まあ、その分の厚み分減った感じですね。結構薄くなった感じがします。ここはゴムっぽい感じですね。で、周りはプラスチックですね。5はここもちょっとね、ゴムラバーっぽい。で、スクリーン自体は大きさ変わってないんですね。確か2インチのまんまなんですね。だから、まあ、体感的には本体がちょっとね、大きくなった割には画面が大きくなってないのでね、なんかちょっとちっちゃく、画面がちっちゃく見えますね。で、最大の違いはここです。このね、足がこういう風に出るようになってます。で、結構皆さんこれが壊れるんじゃないかってね、心配されてるみたいですけど、まあもちろん壊れると思うんですけど、ここを見ると分かるように4本のちっちゃいネジで止まってるんです。なので、まあ、壊れた時は交換ができるということです。なので、多分衝撃が加わったら、ここは壊れるようにできてるはずですよね。本体の方がいっちゃわないように、ここが壊れやすくできてるはずです。で、重さはですね、ちょっとバッテリーを入れてみましょうか。あ、バッテリーもサイドドアからね、入れるようになりました、ね。サイドドアは、ここ、ここですね。ここを爪引っ掛けて開けると開くんですよ。パカッと。で、ここに全て集約されてます。5とか7、5から7は、そこの蓋と、サイドの蓋と分かれてましたよね。バッテリー、SD カード、それからコネクターのね、ところと。ただ、8はもう一箇所に集約されてます。で、バッテリーが、一応形は以前と一緒なんですね。同じ形なんですけど、なんかちょっとあれなんですかね、パワーアップしてるんでしょうかね。ある
以前のバッテリーも使えるんだけど、ある特定の機能が以前のバッテリーでは使えないらしいです。で、重さですけど、めっちゃ軽い。何これ、もうね、軽すぎてね、びっくりっていうのは嘘ですけど、いや正直わかんないですね。この今までの GoPro をこのね、ケージっていうか、まあ基本この形で GoPro 成り立ってるんで、ここまでやった状態でこっちはこれでね、取り付けれるわけですよね。だからこの取り付けれる状態にした上で、新型の方が 14% 軽いらしいです。まあまあ軽く感じますね。このね、フロントのレンズがね、交換できなくなったっていうことを結構皆さん心配されてますけど、どうなんですかね。私もこれに3年近くね、使ってますけど、ここそんなね、簡単に割れないと思うんですけど、今度のそれが2倍の強さになったらしいので、ますます強いと思いますからね、まあ、そんなに心配はしてないですけど、まあ、割れたら確かに本体交換になっちゃうんでしょうかね。ちょっとこう剥がして、はい、電源を入れてみます。ここですね。お、結構起動が早いんじゃないですか。この GoPro を使用で撮った写真の撮影場所、スマートフォンに GoPro アルツプリをインストールしてセットアップを完了します。携帯と一緒にやらないといけないんですね。サーチ、新しい GoPro を探しています。お、来ました。 We found your GoPro Connect Camera。早いですね、全てが早い、積んでいます。早いです。なんか全体的にサクサク動くようになりましたね。まあ、7の時はちょっと分かんないですけど、6、7分かんないですけど、なんか全体的にね、動きがいいですね。で、お、来ました。カメラアップデートアバイラブル、ヒーロー8ブラック 1.2 ですね。ハイパースムーズがアップグレードされている。そしてホライゾンレベル、水平も保てるようになった。いろいろ書いてありますけど、まあ、パフォーマンスのインプルーブメント、性能も多少向上して、でこれでね、まあ、一応つながりました、はい。もうね、こっちで映したのがこっちの画面にね、こういうふうに映っています。皆さんが気にしている液晶のね、タッチ具合ですけど、Hero 5はね、もっさりしてましたけど、なかなか反応がいいですね。逆向いちゃった。地域。日本語。いやいや、なかなかいいですよ。ヒーロー5と比べるとかなり改善されてる気がしますね。ヒーロー7の方はちょっとわかんないですけど、でも結構ね、液晶の反応が悪いのが嫌だなっていう人もね、結構いますけど、今回のはかなりいい感じですね。で、あとはあれですよね、プリセットがつきましたよね。今までこう細かく毎回設定変えるときは数値を変更しないといけなかったんですけど、今度からは自分の好みのプリセットとかをパッパって自分で設定しておいて、すぐに切り替えれるようになりましたよね。それもいいですよね。まあ、4K で最高の画質で撮りたいときとか、まあ、1080p でスローモーション撮りたいときとかね、そういう使い分けするときもプリセットでピッて押せばね、右からスワイプで機能の変更ですね、ビデオ。それから左からスワイプ、左も一緒ですね。で、上からスワイプで設定です。で、下からスワイプでメディアの確認ですね。いよいよ明日からちょっとテストしてみたいと思います。ということで今日は GoPro Hero 8を早速開封した動画でした。で、前回の動画もぜひご覧ください。GoPro すごい安く買う方法がコメント欄にコメントしていただいてますので、皆さんの参考になると思います。ぜひ一度
ご覧になってください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。